アンナ・カレーニナ、トルストイ。前回の続きからです。二人は科学上の問題を精神的な問題に結びつけ、幾度もそこへ近づきながら、いつも最も寛容な点へ近づくたびに、すぐ急いでそこから離れて行き、また細かい分類や流法、引用や暗示やオーソリティの借用や、そういった領域へ深入りするように思われた。で、彼は一体何の話をしているのやら、理解するのに骨が折れた。私はそういうことを許容するわけにいきません。コズニーシェフは持ち前の明晰な表現と優美な発音を発揮しながら言った。私はケースの説には断じて同意できません。外界に関する私の全観念が印象から生じたものだなんて、存在に関する私の最も根本的な概念は感覚から受けたのではありません。なぜなら、この概念を伝える特殊な器官がないからです。さよう。しかし彼ら、ブールスとクナオスとブリバーソフなどはこう答えるでしょう。あなたの意識は全感覚の総合から生じたものであって、この存在の意識こそ感覚の結果であると。ブールスとはさらに一歩進んで、もし感覚がなければ存在の概念もないだろうとさえ言っています。私はその反対を主張しますね、とコズヌイシェフは言い出した。しかしその時もまた両便は、彼らが最も寛容な点に近づきながら、またそろ離れていこうとするように思われたので、思い切って教授に質問を発してみることにした。してみると、もし私の感覚がなくなったとしたら、もし私の肉体が死滅したら、もはやいかなる存在もありえないのですね、と彼は聞いた。話の腰を折られた教授は、いまいましそうに一種肉体的な苦痛を浮かべながら、鉄人というより引き船人足といったような奇怪な質問者をじろりと見て、これで一体何が言えます？と聞きたげな顔つきでコズヌイシェフに目を転じた。しかしコズヌイシェフは教授ほど向きになって一面的な議論をしていず、教授に応答しながらも同時にこの質問を発した単純かつ自然な観点を理解するだけの余裕が頭にあったので、にこりと笑ってこう言った。我々はまだその問題を解く権利を持っていないのですね。材料がないというわけです、と教授は相槌を打って自分の論証を続けた。いや、と彼は言うのであった。私は次の点を指摘しておきましょう。もしブリバーソフから真向かいから言っているように、感覚が印象を基礎とするならば、我々はこの2つの概念を厳格に区別しなければなりません。両便はもはや聞こうとしないで、教授の帰るのを待っていた。8。教授が立ち去ると、コズヌイシェフは弟に話しかけた。よく来てくれたね。しばらく滞在かね。領事の方はどうだね。領事の経営など兄にとって大した興味はなく、ただ義弟の顔を立てるために聞いただけだと承知しているので、両便はただ小麦を売ったこと、
金のことを話したばかりであった。両民は結婚の意思を兄に打ち明け、その中元さえ求めようと思い、そのことを固く決心さえしていた。にもかかわらず、今兄の顔を見、教授との会話を聞き、農地経営のことを尋ねた時の無意識な保護者めいた調子を耳にした時、母の領地は分割されなかったので、両民は二人分の管理をしていた。両民はなぜかしら、兄に結婚の決心を切り出すわけにいかないと感じた。兄はこの件について、自分の望むような見方をしないだろう、という気がしたのである。時にどうだね。お前の方の地方自治体はどんな風だい？地方自治体にひどく興味を持って、これに多大の意義を添付している小津縫シェフはこう尋ねた。どうもよくわかりませんよ。え、だってお前は軍会議員じゃないか。いや、もう議員じゃありません。僕は辞めてしまいました。両民は答えた。だからもう会議に出ませんよ。惜しいことをしたね。と小津縫シェフは眉をひそめて言った。両民はその言い訳に軍会がどんな風になっているかを話し出した。それはいつもの通りなんだ。と兄は遮った。我々ロシア人はいつもそうなんだよ。もしかしたらそれは我々の美点かもしれないよ。自分の欠点を顧みるという美点さ。しかしこれは薬が効きすぎる。我々はいつでも人の先にぶら下がっている皮肉で自己慰安をやっているんだからな。僕の言いたいことはただこれだけだ。もしもだね。我が国の地方自治体のような権利を西欧の国民に与えたら、ドイツ人でもイギリス人でもそれから自由を作り出しただろうが、我々はこの通り皮肉を言うばかりさ。でもどうしたらいいんです？と両民はすまなそうに言った。これは僕として最後の試練だったんですからね。僕は一生懸命に努力してみたんですが、ダメです。その能力がありません。能力がない。と小津縫シェフは言った。お前はそんな風に問題を見ていないはずだが。かもしれません。と両民は焦然と答えた。ところでお前知ってるかい？ニコライがここに来ているんだよ。ニコライはコンスタンティン・リョービンの肉親の兄で、コゾネーシェフの異母弟であったが、かなりたくさんな遺産の分け前を当人して、兄弟と喧嘩をした挙句、実に不思議な与太の仲間を転々としている、手のつけられぬ人間であった。何ですって？と両民はぎょっとして叫んだ。どうしてそれを知っているんです？プロコーフィーが往来で見かけたのさ。ここに、モスクワに、一体どこにいるんです？知ってますか？まるで今すぐ出かけそうな格好をして、両民は椅子から立ち上がった。